はい、本日のお話は膝の痛みであったりとか腰の部分の痛みっていうところをご自身で取っていくような体操になります。これも前回お伝えした通り、股関節であったりとか足首が動かなくなってしまうことで、膝の部分であったりとか腰っていうところが動きすぎてしまうこと、動きすぎてしまうこと、頑張りすぎてしまうことによって痛みが起こってしまいますので、まずそこの、痛みっていうところを自分で解消するためには、ちゃんと足首であったりとか股関節っていうところを上手に動かしてあげる必要がございますので、まずそこの部分の体操を今日はお伝えしていこうと思います。これまず足が組める方の場合をやっていきましょう。足が組める場合はベッドのところであったりとか椅子でいいので、足をこう組んでしまいます。足を組んだ状態でふくらはぎのところですね、ふくらはぎのところよいしょ、ここの、肩へって言いますけれども、足のところの真ん中です。真ん中から指を3本、足の真ん中、指3本です。指3本置いてもらって、骨からですね、骨から、ここに骨があります。硬い骨がここにありますので、骨から指3本、ここの部分をまたグリグリです。グリグリしながら、さらに体をこう前に倒していく。そうするとお尻も伸びながら、ここのお尻が伸びながら、さらにふくらはぎのところも一緒にグリグリしてあげることによって、こっちも伸びれば、ここの筋肉の部分もほぐしてあげるってことができていきます。強さ、ここの押す強さは思ったより痛いぐらいでいいです。結構痛いはずです。これ腰痛、膝痛ある方はここの部分痛いはずなので、結構痛いなーっていうぐらいで構いませんから、ちょっと強めにですね、グリ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 してあげてください。ここの部分、これやるだけでかなり膝痛、腰、そしてぎっくり腰とかにもかなり効いていきます。ここの部分の血流が良くなれば、腰回り、膝回りに行く血流っていうところも良くなっていきますので、循環が変われば痛みの物質もなくなってくれますから、まず足の真ん中、骨があるところの指3本分、ここがちょっとね複雑ですけども、指3本、内側のここの部分に対して深呼吸を、息をふーっと吐きながら体を前に倒して、お尻を伸ばしつつ、ここの部分をグリ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 してあげることです。これができてくるとかなりですね、膝痛、腰の痛みっていうところは解決していくと思いますので、ぜひこの体操をやってみてください。はい、明日はしびれに関してお伝えしていきますので、お楽しみにしていてください。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。